み3、メジャーで成功する日本選手は ?2、岡本高めの速球を打つ能力は村上より高い。オリオールズ藤浪晋太郎投手29がインタビューで、メジャーで成功すると思う日本の選手について語った。一押しの選手として挙げたのは巨人の岡本和真内野手27。メジャーでもかなり活躍できると思う。日本ではパワーヒッターだ。ただし日本のパワーヒッターは、大谷翔平のようにメジャーで40本塁打は打たないと思う。それでも岡本なら活躍すると思うとし、彼はコンタクト能力にも優れている。速球を打つ能力も高い。速球は日本よりメジャーの方が速いが、岡本なら適応できると思うし、高めの速球を打つ能力はヤクルトの村上より高いと思うと話した。メジャーで活躍する投手に関しては、ロッテ佐々木朗希21とオリックス山本由伸25について聞かれ、両方、メジャーで活躍できると思うとコメント。どちらか一人を挙げるとしたら、多分佐々木だろうと話した。まあ岡本の方が外野でも試せる分メジャーのスカウトも押しやすいかも。ソースの写真見たが結構超えとるな、ちゃんと練習してるんか?こいつ。今年の2月の写真出ししてなかったんだろ。こんなこと言ったらまるで村上が岡本以下みたいになるやんけ。岡本の打撃が通用しそうなのは同意だけど、この手のタイプでメジャー行ったのは中村のりくらい足需要ないやろな。他人の分析しとる場合ちゃうやろ。村上は神宮でしかホームラン打てんしがちでメジャーはやめた方がいい。速球に強いこととかよく知ってるなと思ったが、こいつジェイミンだったわ。このジャイアンツ愛。まあ実際岡本の方が活躍するかも。名前とし安定感あるよ岡本。山本はコントロールめちゃくちゃいいけど出力がなさ。先は千賀よりたまに力あるし、フォーク以外千賀の上位互換だろ。技術云々はわからんけど、岡本の方がメジャーでも物おじしなさそう。村上1年ちょっと落としたぐらいでボロクソ言われすぎやね。持ってるもんは岡本とは比較にならんよ。1年たまたま上がっただけというのが正解。何時移民の意見と一致してるやん。村上はメジャー無理っていつも言われてるからな。そもそも何時移民なんだから、藤浪の完成と何時移民の完成は近い定期。WBC でアメリカ相手に打ってたな。村上も打ってたけど、これは本当思う。結局今年対策されて成績落ちたしな。神宮以外ほとんどホームラン打ててないのは偶然じゃない。まあ村上に関してはずっと前からメジャーでは無理が G の推測やがな、筒香が G の速球に弱い打者はメジャー無理理論を完璧にしてしまった。なお別の三冠王岡本レベルはパリーグにはうじゃうじゃいる。まるで成功者みたいやな。一度メジャーで投げれば藤浪でも日本トップクラスの選手に上から目線になれるんやな。メジャー挑戦すらしてない奴は下だからな。岡本メジャーを行って失敗したら阪神に行きそう。藤浪の成績はさておき正論やろ。村上は神宮打者やし、神宮なんてバレンティンごときが60本も打てるリトルリーグ球場。山本より佐々木が上ってのも投げてる球見れば誰でもわかる。WBC でも岡本の方が結果出してたしな。間違ってはないと思う。村上は打球速度だけで多分そこそこの契約できる。 WBC の数試合ですら180超え2回あるし、速度だけなら聖夜より上や。村上のコンタクト力じゃメジャーに行ったら打球速度落ちるで、筒香も4キロは落ちたし、聖夜は逆に日本時代より上がってる。ただ岡本は FA までないから無理やろな。こういうのってメジャーでそれなりに通用したやつに対してやるインタビューだろ。狭い球場で広角に打って稼いでるバッターとかテンプレ的な地雷やからな。筒香とか岩村とかで前例あるメジャー行くなら大谷みたいに速いストレートを引っ張って特大ホームラン打てるタイプの方がいい。速球苦手な筒香はダメだったけど、岡本は確かにそこそこやりそう。村上がメジャー行ってサード守ってたら毎日見たるわ。他人の評価してる場合かこいつ。